ストラッツパークのローマトリデは、イングランドダービーシャーのダービー郊外、ストラッツパークにある古代ローマのカストラ。これは、紀元50年頃に建てられ、おそらく期限75年から80年頃、ダーウェント川対岸にあるリトルチェスターのトリデに、新しく置き換えられた。トリデは、現在のダ・フィールドロードとベルパーロードの位置にあった。その存在が、 初めて報告されたのは1967年である。1995年の発掘では、土盛りされた、大地、石垣、丸石で舗装された道路が発見された。同じく発見された陶器は一部が、トレントピーク考古学トラスト、及び、ダービー博物館に保管されている。取が建てられた目的は、重大な都下行動を防ぐことにあったと思われる。 一マイル足らず、南へ行ったところには、ダーウェント川を横切って南北に、イックニールドストリートとして知られる、ローマ街道が通っていたからである。さらにロングレインとして知られる街道がここから西に、ロクスターとチェスターへ伸びており、またザ・ストリートとして知られる街道が、ピークディストリクトを横切って、バクストンとマンチェスターへ伸びている。オストリウス・スカプラの遠征期限一世紀における、 ローマのブリーテン征服の概略は複数の資料に記録されている。しかし特定の取り出がそれにどう関わったかについては歴史家は考古学的な発掘に頼ることになる。ブリーテンのこの地域はコーノビアイと呼ばれる部族が住んでいた。紀元46年から47年の時点でアウルスプラウティウス総督に率いられたローマ軍は おそらくはこの地をトレント川の南に至るまで占領していた。47年の末、ブリテンの新しい総督となったオストリウススカプラは西部山地地帯の諸部族に対して軍事行動を開始した。対する首領のカラタクスは期限50年のケアカラドックの戦いで敗れ、ペナイン山脈を支配するブリガンティズの下へ逃げ込んだ。そこの女王、カルティマンドアは ローマ側の要求を入れ、カラタクスを引き渡した。オストリウスが没した後、公認のアウルス・ガルスは、ウェールズとの国境を安定させたが、それを北もしくは、西へ伸ばすことはしなかった。ストラッツパークの砦が作られたのは、おそらくはこの頃である。この砦は、ローマ領とブリガンティズ領の境界線からそう南へ、離れていない地点にあったと思われ、 その頃にはもうブリガンティズたちは連合するか、王国を形成していた。ウェールズの産地地帯を征服する、軍事行動は、クーイントゥス・ベラニウス総督とその後任、ガイウス・スエトニウス・パウリヌスの下でも続けられた。紀元七74年頃、カルティマンドゥア女王は、ローマ軍に対し、反乱鎮圧の援軍を要請した。これは、ストラッツパークの北側一帯が不穏な状態にあった。 ことを示唆している。そして、紀元78年、グナエウス・ユリウス・アグリコラが総督となった。彼は、義理の息子タキトゥスが大きな賞賛を込めて記した、電気によって著名である。彼はこの取りを強化し、道路を整備し、今も、文献でつまびらかとなっている一連の軍事行動を、率いた。まず紀元78年の軍事行動では、北、ウェールズを再征服し、 ついで79年の軍事行動ではブリガンティズを呼び、現在の東オークシャーにいたパリジアイを征服し、こうして、現在の北イングランド地方の併合が完了した。ストラッツパークの砦は、北のブリガンティズに対して横たわる川の防衛を目的に建てられたのだとしたら、もはや必要なくなったのかもしれない。いずれにせよ、この頃に取は、 リトルチェスターの新しい砦出にとって変わられた。そこはまさにクニールドストリート上にあり、発達しつつあった、道路網を統制するのにより適していたのである。ありがとうございます。